三塁に内川、一塁に増田、残っています。ツーアウト一三塁、そしてまたまたチャンスにバッターボックス巡ってきました。リートゥーシェンです。7番 DH ペーネが外れて、このリーが先発起用されています。いや本当巡り合わせて言うんでしょうか、またまたここに来ましたね、チャンスがね。ソフトバンクの4連敗ですか。そうですね、5連勝のあと4連敗ですからね、これなんかちょっとゲームの運び方にそういう雰囲気がありますね。なんかなるほど、重たいですよね、はい、調子いい時はね、本当このいい方の逆に流れていきますけど ね、今はちょっと嫌な裏へ裏へという風に流れてきています。5連勝中、その中には1位の西武に3立てというのがありましたけどね、はい、あれで一気に浮上したんですが、その後4連敗というソフトバンクです。ランナー2人、ピンチを招いた階段、そこは脱出しました。この回どうか、ファウルになっています。リートゥーシェンもプロに入って今シーズン7年目、4月21日、25歳になっています。去年ようやく一軍に昇格をしてチャンスを得ました。7月のオリックス戦でこのリートゥーシェン、プロ入り初ホームランをマークしています。センターへ、いいコースに転がっていきました。内川ホームに帰ってくる、同点。7番 DH スタメン起用に応えました。リートゥーシェン同点タイムリーヒットを放って1対1。今のはね、いいボール、ピッチャーからすればいいボールなんですけど ね、まあ、詰まりながらもね、リートゥーシェンうまく打ちましたよね。あのコースがね、二遊間真ん中ですね。そうですね、飛んだコースも良かったですよね、はい、これはもうセカンドショート後藤も足持っていきましたが、その真ん中、リートゥーシェン昇格、即チャンスにタイムリーヒットを放って打点1。今1打席目はね、はい、2ボールから甘いボール、まあ打ち損ですよね、